え皆さんこんにちは<手>、えー、本日は大変お忙しいところ当社の新製品発表会に足を運んでいただきまして本当にありがとうございますまた平素より弊社,弊社の事業にご理解いただきまたご支援いただいていますこと事業員一同に代わりましてお礼を申し上げたいと思います本当にありがとうございますそれでは早速本題に入りたいと思います本日私からは今年当社が 発売する6つの新製品をご紹介したいと思います1つ目です1つ目の新製品は当社初の DG ・ DN ・アートの単焦点レンズです DG はご存知のとおり当社がフルサイズ用のカメラのために設計したレンズに与える名称ですそして DN はショートフランジバックつまりミラーレスカメラ用に専用設計したレンズでございますつまり フルサイズミラーレス用に専用設計したアートシリーズの初めての単焦点レンズになります現在当社のラインナップの中にもミラーレスカメラ用のレンズがありますただそれは D G あ DN ではないということですね、えー、光学系が一眼レフトそれからミラーレスカメラと共通で使われているレンズです今回のレンズは初めてフルサイズミラーレス用に専用設計したレンズになりますそれは 35mm F1.2 DG-DN アートですこちらのレンズは L マウントそしてソニー E マウントで発売いたしますこちらのレンズの特徴はアートシリーズに共通する超高性能です F1.2 という大口径にも変わらず大変優れた性能を発揮しています一般に F 値が明るくなればなるほど高光校学性能を達成するのは難しくなりますけれども特殊低分散ガラスやそれから大口径の飛球面レンズなどの最先端の技術をふんだんに用いることによって素晴らしい高光校学性能を達成していますそして最近のアートシリーズのレンズに共通するように防塵防滴光がこのレンズにはついています また、レンズの第一面には、撥水防光灯がつけられていまして、雨天ですとか、あるいは過酷な環境でも安心してお使いいただけるような設計になっています。また、レンズ側面には、こちらのように、AF ロックボタンがついております。そしてその下には、クリック、デクリックのスイッチがあります。このスイッチを切り替えることによって、 絞りりリリリングがクリックククッッあるるいはデクリックと切り替えることができますこの絞りリングのデクリックでの使用というのは主に動画撮影での用途を考えて設計をしていますまた付属のフードにはロック機構がついていますこのロック機構というのは当社独自の設計のもので非常にガタも少なくスムースに装着することができます 一般にロックボタンというのはガタがあったり装着するときにもやはりガタがあるというのがこの手のタイプのフードになりますが当社の設計者とそして工場スタッフがこだわりにこだわって作ったフードですぜひお手に取ってお試しいただくときにはこの点もご確認いただければというふうに思いますこの 35mmF1.2DGDN アート今月の7月の日に 国内では発売いたします。希望小売価格は日本円で19万円になります。二つ目のレンズをご紹介します。こちらは当社初の DG-DN コンテンポラリーシリーズの単焦点です。すなわちフルサイズミラーレスカメラ用に専用設計されたコンテンポラリーシリーズの初めての単焦点ということになります。 そのレンズは 45mmF2.8DGDN です。こちらのレンズも L マウントとソニー E マウントで発売します。こちらのレンズは大変コンパクトにできています。全長 46.2mm、災害計 64mm、そして重さは 215g です。 今市場には小さくて軽くてそして安価なレンズというのはたくさんあります。今回当社がこのレンズで目指したのはそういった画一的なものではありません。小型ではあるけれども品位がある高級レンズをこのレンズで目指しました。外装部品を含めて多くの部品に金属を用いています。このことによってこのレンズに品位と そししてて堅牢性をもたらしていま,すまたこのレンズのフォーカスリングそして絞りリングそれからフードの装着ですねこの部分の操作感にも大変こだわりましたこのレンズのメカ設計者はこの部分を何度も何度も試作をしてその度に私のところに持ってきました最初のうちは私も もうちょっと重めがいいかなとかもうちょっとしっとりした感じが欲しいというコメントをしましたまた例えばこの絞りリングの場合にはその音にも気を配りました質感のある品位のある音にもこだわってたのでもう少しちょっと音がチープかなともう少し質感のある音がいいかなとそんなことをコメントしましたが何回も何回も試作を繰り返し私のところに持ってくるうちに私でもほとんど差がわからないような バリエーションの施策を持ってきてき最後にはもう分かんないからお前に任せるというふうに私もさじを投げましたそれぐらいこだわったレンズです今日この後私のプレゼンテーションの後にこれらの新製品のデモ品をお頼みしていただく時間を用意していますぜひその際にはこのレンズのフォーカスリングや絞りリングあるいはフードの装着感などもぜひお試しいただければというふうに思いますそれではこののレンズの コンセプトを表したショートムービーを作りましたのでご覧いただきたいと思います。 ありがとうございます、えー、小型ですけれども、高品位な高級レンズ、そ,のそれがこの 45mm の2.8です。まあ、車でいうと、バンデンプラプリンセス、ご存知ですかね、そんなような交換レンズ界のバンデンプラプリンセスと呼んでいただければ、本望です。次に、このレンズの光学特性について説明をしたいと思います。まず、このレンズは、よれるということにこだわりました。最短撮影距離 24cm 最大撮影倍率1対4を実現しています日常のあらゆるシーンを切り取れるようにまず寄れるということにこだわりましたそしてこのレンズに最もこだわった部分はボケですボケの美しさにこだわりましたこのレンズについてはあえて球面収差を残しましたそして小さいボケつまり美ボケですねこの小さい美ボケが 柔らかくく美しししるようにあえて設計をしましたこのことによってピント付近の小さいボケ、微ボケから大きなボケ、大ボケまでがスムースに遷移するような画質を実現しています。こちらをご覧ください。こちらは比較画像です。同じシーンを2つのレンズで撮りました。真ん中の画像がこの 45mm で撮られた画像です。そそしてのの隣にあるのが 同じようなスペックののレンズででた画像です背景のボケの違いいは一目瞭然だと思いますボケが二線ボケ傾向があったり固めだったりするとどうしても被写体がボケに紛れ込んでしまうというふうになりますがこのように、えー、ボケを柔らかくぼかすことで被写体がぐっと浮かび上がるそんな効果が、えー、できます。もう一つ比較画像をご覧いただきます。 こちらも同様に真ん中の画像がこの 45mm の2.8で撮られた画像で隣がまた別のレンズですけれども似たようなスペックのレンズで撮られた画像ですこのように小さいボケ F2.8 ですので F1.4 のような大口径のレンズのような大きなボケに頼ることはできませんがその分非常に慎重にボケを設計したことによって 被写体が背景から浮かび上がるようなそんな設計ができていますちなみにこのレンズですがこの,レンズあ失礼この画像は当社の工学設計者が自ら撮ったものです開発途中で試作品で撮ったものですえ彼はもうでにベテランの域に達してますが私も彼が入社してきたから来てからのことをよく見ています本当の写真好きでえ例えば昼休み食事終わるとすぐにまあ レビューで上がっているような他のレンズで撮られた他社のレンズで撮られた画像をチェックしたりあるいは週末自分が撮った,レンズで撮った画像をチェックしてどんな描写かというのは常にチェックして研究を怠らない人間ですその人間が今回残すべき残存の球面収差とそして現代的なシャープな画像のベストバランスを達成したのがこのレンズです是非 彼を新利用してあげて、このレンズの描写に期待していただきたいと思います。こちらの 45mm の F2.8DGDN、先ほどの 35mm の F1.2 と同様に、今月を26日に発売いたします。価格、希望小売価格は7万5000円です。続きまして、3つ目の新製品です。こちらは当社初、あ、今日はいろいろとご紹介しますが、 すべての新製品が当社初の何らかの形での当社初の新製品になります3つ目はシグマ初の DGDN アートのズームレンズですまあしつこいようですがフルサイズのミラーレス用に専用設計されたアートシリーズのズームレンズになりますそのレンズは 1424mmF2.8DGDN アートですこちらのレンズも L マウントとソニー E マウントで発売いたします こちらもアートシリーズに共通するように高い光学性能が特徴となっていますこちら MTF 曲線に現れている非常に素晴らしい性能になっていますまあ,あの私なんかはこの,あのメリジオナルとサジタルが非常に揃っていて非常に綺麗で私なんかこの MTF 曲線を見ながらだけでもビール3杯飲めるぐらいえ非常に素晴らしい曲線になっています、えー、先ほどの3 5ミ、mm、リと同様にえ特殊低分散ガラスと そして大口径の飛球面レンズ最先端技術を投入してこのような高性能になっていますそしてこちらもアートシリーズですのでその標準装備として防塵防滴機構そしてレンズ第一面には撥水防光灯トを施してあります雨天や過酷な環境でもお使い安心してお使いいただけるような仕様になっていますこちらのレンズもレンズ側面に AF ロックボタンがついておりますそして大変性能の高いレンズですので星、成形写真などでもぜひお使いいた,だい,いただきたいというふうに考えていますのでマウント付近にはこのようにフィルターホルダーを標準装備しています。そしてこのレンズにはそのフィルターホルダーのロック機構が付いています。これににによって背面にえ、まあ、リアにつけた フィルターの脱落を防止していますそして当社が独自に開発した新しいテクノロジーで初めてこのレンズに搭載されるのがナノポーラスコーティングですこちらがナノポーラスコーティングの説明です、えー、こちらの手前の方ですねナノポーラスコーティングというのはそのコーティングの表面に非常に小さい微細な穴をたくさん構成しています この穴によって入射する光が急瞬に屈折するしないようにコントロールすることができますこのことによってまあ面このガラス面にから発生するゴーストあるいはフレアというのは抑えることができますなぜこの穴で反射を減らすことができるのか私もよく分かりませんがとにかくゴーストとフレアは減ります えー、でただ、こういった特殊コーティングだけがフレアとかゴーストを減らすわけじゃないんですね。一番重要なのは、えー、設計のシミュレーション段階から当社ではゴースト専門のチームが面間ゴーストで呼ばれるガラスとガラスの間で発生するフレアゴーストをシミュレーションしたりあるいはメカゴーストと呼ばれる内部機構から反射するフレアゴーストをシミュレーションして徹底的にシミュレーション段階で潰しています。そして その段階で取りきれないフレアゴーストがあった場合にこのような特殊なコーティングを施すということでございます。これからも必要なときにこの特殊コーティングを施すというような形になります。こちら14から24の F2.8DGDN は現在開発を進めています。現在のの予定ではおそららく8月の下旬ぐらいに 出荷開始できるんじゃないかなというふうに思っています希望小売価格は19万円であります次にご紹介するのは3本のレンズをまとめて紹介しますシグマ初めてのキャノン EFM マウントのレンズです幸いなことにこの情報はまだ噂サイトでリークされておりません なぜか、本当に誰がどこからもらえるかよく分からないんですけどね、もしかしたら今日いらっしゃる中のどなたが情報を漏らしてるんじゃないかなと思ったりもするんですが、あの次回以降はぜひよろしくお願いいたします。16mmF1.4、30mmF1.4、そして 56mmF1.4、DCDN ですので AP S、APSC のミラーレス用に専用に設計された3本の交換レンズ。これは現在 ソニー E マウントとマイクロフォーサーズマウントで発売しています。今回、このレンズを初めてキャノン EFM マウントで発売するということに当社は取り組んでいます。今まだ開発途中でありますけれども、おそらく今年の秋ぐらいに発売できるのではないかなというふうに考えております。以上、今年発売する6本の新製品のレンズです。 3本の DGDN レンズフルサイズ用ミラーレスの3本のレンズそして3本の DCDNAPS-C ミラーレス用のレンズこの6本を発売いたしますそれから本日せっかく皆様お越しいただいておりますので他のレンズのあ他の新製品のですね進捗状況についてもここでご紹介したいと思います 今年の横浜で開催された CP プラスで当社は L マウント用のレンズを14本発売するということを発表いたしました。3本の APS-C サイズ用の L マウントと11本のフルサイズ用の L マウントです。現在も一生懸命エンジニアが開発をしております。こちらが今後のレンズのロードマップです。 えー、CP プラスでもこのレン,ズロレンズロードマップを発表しましたがその,こその後、えー、アップデートされていて若干変更されています現在の予定ですと一番向こうにある 35mm の F1.450mm の F1.4 それから 85mm の F1.4 の L レンズが現在の予定からするとおそらく8月の末ぐらいから、えー、出荷できるということで準備を進めております その他のレンズも順次来年かけて開発し発売していく予定ですぜひご期待いただきたいと思いますこちらがその他のレンズの開発状況です、えー、今日はですね、まあ、以上の6本が今年発売する新製品ですが今日はせっかく皆さんわざわざこの表参道までお越しいただきましたので もう少し当社が今開発を進めている製品について紹介をさせていただきたいと思いますそれはこれも当社初ですが当社初のヴィンテージルックのシネマレンズです現在映画の撮影カメラマンつま,つまりシネマトグラファーの方たちですね世界中のシネマトグラファーたちは大体50年代から70年代ぐらいのオールドレンズヴィンテージレンズですね を最新のデジタルシネマカメラにつけて独特の映像表現をするというのが一つのトレンドになっていますですので世界中のシネマトグラファーたちが中古市場を薬気になってオールドレンズヴィンテージレンズを探しているという状況です今回シグマが取り組んでいるのは当社の最新のシネマレンズを使って70年代よりも以前の ヴィンテージルックのシネマレンズを作るということに挑戦しています当社はこれをクラシックアートプライムと呼んでいます特徴は多くのレンズにノンコートレンズを使っていることですかつてのレンズはそれほどコーティング技術あるいはゴーストやフレアのシミュレーション技術が発達していなかったのでご存知の通り撮影をすると画像の中に フレアやゴーストがたくさん出ます今回当社のこのクラシックアートプライムでは多くのレンズにノンコートつまり全くコーティングを施さないガラスを使うという大変過激な構成をつく使っていますいくつかのレンズにはコーティングを施していますがそれもシンプルなシングルコーティングが中心ですそしてやはりその時代のレンズに最も特徴的だった 暖かい色味暖色系の色味を再現するコート設計を緻密に行っています現代的な技術を緻密に使ってかつての色をそしてゴーストエフレアを再現するということに現在取り組んでいますこのヴィンテージルックの仕様のレンズを当社は現行の10本のシネマプライムレンズにアートプライムレンズに適用して 発売する予定です一つご注意いただきたいのが t 値です、えー、t 値というのは光の透過率です、えー、多くのレンズがノンコートレンズになりますので非常に反射をしますですので透過する光が落ちます、えー、オリジナルのシネレンズが T1.5 だったものは T2.5 にそして T2 だったものは T3.2 になりますただ 設計上の明るさである F 値はそのまま F1.4 そして F1.8 のままですのでボケの大きさは変わりありませんこのヴィンテージルックレンズの特徴ですけれどもまず一つは 14mm から 135mm までワイドから望遠まですべて揃うということです中古市場で古いレンズをワイドから望遠まで 満遍なく揃えるというののははこれは品の技ですしかしうちのレンズであれば1セット高架から防衛までまず1セット揃いますそれからこの当社のアートプライムレンズは全てフルサイズまあシネマの世界ではラージフォーマットと言いますけれどもラージフォーマットをカバーします古いレンズは映画界で長らく標準であったスーパー35しかカバーしませんので最新のラージフォーマットのシネマカメラでは どうししてもクロップモードしか使えません当社のこのクラシックアートプライムでは、えー、フラージフォーマットのシネマカメラでフルで使えますそれから今回はきちっとコーティング設計をしていますので全てのレンズでカラールックが揃っているということですですのでその後のカラーグレーディングも容易です時代もバラバラメーカーもバラバラ そんなレンズを一つの作品で使うとその後のポストプロダクションカラーグレーディング非常に大変です当社のレンズをセットで使うとそういう問題がありませんそして先ほどからお伝えしている通り元のレンズは現代的な技術を使って作られたレンズです非常に現代的なシャープでクリーンな画像とそしてヴィンテージルックを合わさったこれまでにない 描写が可能です、えー、単にヴィンテージレンズを使ったものとはまた違う特徴的な描写ができますこちらはその試作品で撮られた、えー、サンプル画像です温かみのある色の中に大きなフレアゴーストがありますしかしシャープな映像解像度はそのままです 髪の毛などの細い線は細いままに写ってしかもそれだけれども非常に温かみのあるヴィンテージルックこれがこのヴィンテージルックのレンズの特徴になりますこちらもサンプルレンズです同じく試作品で作られました試作品と量産品は若干仕様が違ってきますが概ね同じような描写ができるものというふうに考えています 現代のデジタルカメラで撮影するとどうしても高コントラストで、えー、彩度が高い画一的な画像になりがちですがこのヴィンテージルックレンズを使うことによって非常に特徴的な画像を作ることができます。もしかすると、まあ、これはシネマレンズなんですけれども静止画写真で撮りたいという方もいらっしゃるかもしれないなというようなことを妄想しております。 それではあのこ,このヴィ、えー、ンテージルックのシネレンズで作られた、えー、ショートムービーを作りましたので、えー、ここでご覧いただきたいと思います。 ご清聴ありがとうございましたいかがでしょうか非常に現代的でクリーンでシャープな画像の中にひとたび光源が入ると大きなフレアやゴーストが入って特徴的な映像が楽しめたと思います是非、えー、世界中のクリエイティブなシネマトグラファーの皆さんに使っていただきたいというふうに思っています現在まだ開発中ですがこのレンズは今年の9月にオランダのアムステルダムで行われる 放送機器、シネマ用の展示会である IBC で正式発表する予定です。ちなみに、ここにクラシックという文字が入っています。金色で文字が入っています。ここの色入れについては、当社の工場がある会津の伝統技法である会津塗りの職人に、蒔絵という技法を使って色を入れてもらう予定です。ぜひ今日この後 1>, 1本だけサンプルレンズも用意してありますのでぜひその点についてもご注目いただければと思います <laughs> 一度これやってみたかったんですよね <laughs> あと30分ぐらい時間がありますのでもう1つだけ実はご紹介したい新製品がありますこちらまだ開発発表ですで ままだどのサイトにもリークされていません本舗初初公開です、えー、これから発表、えー、皆さんにご紹介するのは SIGM 初のベイヤーセンサーカメラです、まあ、ちょっと今日あの当社のフォビオンセンサーのファンの皆さんがたくさんいらっしゃってるのでちょっと動揺してるかもしれませんが ちょっと落ち着いて最後まで私のプレゼンテーションを聞いていただきたいと思います。ちゃんと理由があります。今年の CP プラスで当社はフルサイズのフォビオンセンサーの開発をしているということを発表いたしました。で、こちらは今でも開発を続けております。来年の発売に向けて一生懸命今このセンサーとカメラの開発をしているところです。フォビオン XE111 フルサイズそして6000万画像というスペックです当社としては未だに美しい写真静止画を撮るための最適なテクノロジーはフォビオンテクノロジーだというふうに信じていますそして今開発しているカメラも静止画の撮影を中心とした極めてオーセンティックなカメラになる予定です しかし、今日ご紹介するカメラは、全く新しいコンセプトのカメラです。そして、この新しいコンセプトに最適なセンサーは何かということを検討した結果、ベイヤーセンサーだということにたどり着いたわけです。つまり、順序が逆なんですね。ベイヤーセンサーを使って、いわゆる普通のカメラを作るということではありません。 そもそも当社が他社と同じようなカメラを作,ってる作るというようなことはお客様は期待してないと思いますしまあ多分売れないと思いますしそれから私どもとしてもそういうことはしたくありません皆さんご存知のとおりこのところデジタルカメラ市場は縮小を続けておりまして業界には大変暗いムードが漂っていますただどうでしょう ひとたびユーザーさんの方に目を向けてみると画像というのがすごくいろんなところで使われていて非常に素敵な世界が広がっています。私たちは今回このプロジェクトを始めるにあたってまずユーザーさんたちがどう画像を楽しんでいるかこうしっかり見直してみようということを話し合いました。例えばスマートフォンのカメラスマートフォンのカメラは最近の画像処理技術あるいは AI このような技術の進展によって大変技術が優れてもう日常使いのカメラとしてすっかり定着していますスマートフォンカメラスマートフォンのカメラで捉えた画像は日常の記録あるいはコミュニケーションのツールとして欠かせないものになっていますまたレンズ交換式のカメラこちらは フルサイズのミラーレスカメラが写真愛好家からプロの皆さんまで幅広い支持を得て人気になっています。レンズを交換して目的に合わせてかけがえのない1枚を撮るそういう目的のために最も最適なカメラは何かといえばこのレンズ交換式のカメラであると言って間違いはないというふうに思います。そして 当社がレンズで参入したシネマカメラこのシネマの世界ではシネマトグラファーがカメラメーカーとかブランドとかマウントとかそういった制約に制限されずに自身のスタイルあるいは目的あるいはプロジェクトに応じて自在にカメラレンズアクセサリーを選んで 独自のスタイルを築くということがこういうクリエイティブなスタイルがすっかり定着しています非常に素敵な世界ですただそれぞれに一長一短があるのも事実ですねスマートフォンカメラの場合は常にポケットに入れて持っているというそういうカメラとしては最大の特徴がありますがやはりここぞというところで撮るにはどうしてもはばかられる絶対的な性能の問題があります例えば 驚愕するような素晴らしい景色と出会ったときにあ今日カメラ持ってくるの忘れたとスマートフォンしかないという経験をされた方はことがあるのは一度や二度ではないと皆さんあるとそういう経験があると思います一方レンズ交換式カメラの場合は一眼レフからミラーレスになってコンパクトになりましたけれどもそれでも毎日持ち歩くためのカメラ ととして使えるほどではないという問題がありますシネマカメラ当然ながら一般の方が使えるような、えー、大きさでもないですしまた価格も非常に高くて、えー、一般の方が使えるようなものでありませんそしてそれぞれのメーカーは当然当社もやりますがそれぞれの 分野で深く進化を遂げていますもちろん当社もそういったことをやっていきますが実際にはユーザーはこれらの機器をいろんな場面で使いこなしているもしかするとそこの分野を深く掘り下げることがユーザーさんから離れていってるんではないかそんな問題意識を持ちましたそこで当社が目指したのはデジタルカメラの脱構築ですつまりスマートフォンカメラ レンズ交換式カメラ、シネマカメラ、これらの要素を一旦解体して、そして新しい意味、新しいコンセプトのためにもう一度再構築する、つまり脱構築、ポジティブな意味での再構築、脱構築を目指しました。今回、今日、わざわざここに足を運んでいただいた皆さんに、この新しいカメラをご紹介できることはこの上ない喜びです。えー、こちらのカメラは 当社は SIGMAFP と呼んでおります、えー、実は今日着ている T シャツ、えー、ちょっと特徴的なデザインですがこれあのコールドプレイの X&Y のアルバムジャケットではありません実はこの下にこの FP のロゴが入ってますあのちょっと皆さんが着てバレるといけないんでステッカー貼ってたんですけどこれ外しますねあのうちのスタッフもあのもう外していいので外してください あのこの発表会の準備をしているとき、うちのスタッフがあの、社長、FP の T シャツ作りました、これ着ましょうって言うから、お前、アホかと、こんなのを着たら最初、ばれちゃうじゃないかっていうふうに話をしたら、じゃあ、ステッカー貼って隠しましょうっていう、非常に安直な意見が出まして、一応、私も社長ですので、会社、こんなんでいいのかというふうに思ったんですが。 まあよく考えると、私も実は似たようなことをした経験がありまして、かつて DP というカメラを開発しているときに、エンジニアが社長、このカメラ、消費電流が多くてバッテリー持ちませんって言ってきて、じゃあ2個つけようかって言った過去がありますま。ほぼほぼ同じ内容かなと。安直というか、フレキシブルな対応が SIGMA の特徴であります。このの FP 3つのつ コンセプトがあります1つ目はポケッタブルフルフレーム2つ目はシームレス3つ目はスケーラブルこの3つのコンセプトを持っていますこれからこの3つのコンセプトについて順に説明をさせていただきますまずはポケッタブルフルフレームです SIGMA FP はこんな形です 実機もありますのでご覧いただきますこちらですこちらのカメラ高さ 69.9mm 1> 幅112.6ミ、mm、リ、奥行き45.3ミ、mm、リ、重さは370グラムです。大変コンパクトにできています。この SIGMAFP をパスポートと比べてみたいと思います。ご覧いただくように、ボディサイズとしては横幅、高さともにパスポートよりも小さくなります。マウントは当然 L マウントです。 これから先ほどご発表した通り L マウントのレンズはたくさん出てきます。それから L マウントにはたくさんのマウントアダプターがあります。このマウントアダプターを使ってさまざまなレンズを組み合わせてお使いいただきたいと思います。例えばこのコンパクトなボディに合わせて l i カ a さんの M マウントレンズを使いこなすというのはいかがでしょうか。それから先ほどご紹介した 45mmF2.8 を装着すると このようなな形になります日用使いができるフルフレームミラーレスカメラそのように私たちは信じていますただここまで来るとただの小さくて軽いカメラじゃないかとちょっと軽く見られては困るんですねこちらのカメラ防塵防滴です過酷な環境でも使える仕様になっています単に軽くて小さいカメラではありません まずはこれがポケットブルフルフレームのコンセプトです二つ目のコンセプトですシームレスこれは動画カメラとか静止画カメラとかそういったカテゴリーとかジャンルそういったものにとらわれずにその二つをシームレスにつなげるというコンセプトですこのシームレスというコンセプトを実現するために SIGMAFP はフルタイムの電子シャッターを採用しています いわゆるグローバルシャッターではないので非常に速い動きの被写体の場合にはローリングやみみが発生しますただこのセンサー今回採用したセンサーは非常に読み出しのスピードが速いので多くの場面では問題なく撮影するものと考えておりますこちらはカメラの天面につけられた静止画と動画を切り替える ススチチールシネのスイッチですこのスイッチを切り替えることによって静止画カメラ、動画カメラ、シームレスにつなげることができます。切り替えることができます。それでは向かって左側のまずはスチールモード。この説明からさせていただきます。まず、採用したイメージセンサーですが、こちらは有効画素数2460万画素。フルフレームの利面照射型センサーです。 このセンサーはローパスフィルターレスですそして ISO は、まあ、常用の ISO ですが100から2万5600ですフォビオンカメラユーザーの皆さんこれ800じゃないですよ <laughs> 高い方ね1600でもないです私もこのプレゼン作ってて本当かなちょっと自分でも半信半疑だったんですけどなんと2万5600 今でも私、信じられません。非常に感慨深いものがあります。それから、拡張の i s o モードでは、6、12、25、50という低感度の設定ができます。それから、高感度の設定では、5万1200、10万2400という超高感度の撮影もできます。とてもシグマのカメラとは信じられません。 それから RAW ファイルでは DNG のフォーマットを採用しました14ビットの RAW を SIGMA PhotoPro がサポートいたします今日おしわざわざお越しいただいた SIGMA カメラユーザーの皆さんにはもう一ついい情報がありますフィルライトがカメラ内で使えますそれまで SIGMA PhotoPro のみでしか使えなかったフィルライト シグマユーザーにとっては非常に大切なこの機能がカメラの中でプラス5からマイナス5まで設定し現像することができます大変パワーなパワフルなツールがカメラ内に実装されますこちらはカメラの背面ユーザーインターフェースです下のところにトーンコントロールボタンをつけましたこのボタンを押すことによってダイレクトにプリセットあるいはマニュアルのトーンを設定することができます その隣にはカラーモードボタンをつけました。カラーモードにはごく一般的なカラーモードのほかにシグマカメラに特徴的なフォブクラシックブルー、フォブクラシックイエロー、あるいはシネマというカラーモードがついています。これは引き継いでいます。ただ、このカメラから新たにもう一つティールオレンジというカラーモードが加わりました。このティールオレンジというのは映画業界、 特にハリウッド界隈で大変最近人気になっている色再現の手法です。オレンジとシアンを特徴的に出して肌の表現を鮮明に鮮やかにすることで人物を浮き立たせるそういった非常に今ハリウッドで人気となっている色再現の手法です。複雑なカラーグレーディングの手法を使うことなくメニューからの一発の設定でこの シネマ業界ハリウッド業界で人気となっている t ンドオレンジが使えますぜひ一般ユーザーの皆様にもお試しいただきたいカラーモードですまた今ミラーレスカメラに非常に重要となっている瞳 AF こちらも入っておりますそして先ほどご説明した通りこのカメラはフルタイムの電子シャッターですので 文字通り無音の撮影ができます寝ている赤ちゃんを起こす心配なく撮影することができますそして例えばいかがでしょうかピアノとか管弦楽といったような音楽会発表会でも音を気にせるずこのカメラで撮影することができますまた電子シャッターという特徴を生かしてワンショットでの撮影の時に 3段階の異なる露光で撮影をしそれを合成することによって自然な HDR の撮影が可能ですこのような非常に自然な HDR の撮影がこの SIGMA FP では可能になります以上がこの SIGMA FP の静止画撮影スチールモードでの説明になります続きまして動画撮影 シネマモード、シネモードの説明をさせていただきます。こちらはユーザーインターフェースです。向かって左側は静止画撮影の一般的なユーザーインターフェース。ここに今日いらっしゃる皆さんにとっては、多くの皆さんにとっては、なじみのあるインターフェースだと思います。そして右側がこのシネマモードでのユーザーインターフェースになります。完全に動画用としてユーザーインターフェースを切り替えています。世の中に動画が撮れる静止画カメラというのはたくさんありますが、 ことユーザーインターフェースに関しては静止画のユーザーインターフェースをベースにそこに動画に必要な情報が付加されるというものが大体の構成になっています今回はシームレスに動画カメラと静止画カメラをつなぐというコンセプトをもとこのスイッチを切り替えると完全にユーザーインターフェースが切り替わるという仕様になっていますこちらは当社の特徴的なクイックセットメニューの画面ですが同じく左側が静止画モード えー、右側が動画シネモードになってます動画撮影に必要な優先度の高いメニューが選ばれていますそしてこの SIGMAFP の動画モードによって最も特徴的なのはなんと動画のローが撮影できるということです動画フォーマットとしては CinemaDNG を採用しました解像度としては 4KUHD、そしてジョンあり、ありがとうございます、ジョン、サンキュー。シネマで一般的である24フレームパーセコン、ドそれを12ビットで外部の大容量の SSD に記録することが可能です。つまり、SIGMAFP は超コンパクトな本格的なシネマカメラになるということです。動画撮影で問題になるのは、 熱の問題ですねあらゆるカメラで共通する問題ですそこで当社はこの SIGMAFP に背面にヒートシンクをつけましたこのヒートシンクについては動画をご覧いただきながら説明したいと思いますこれから SIGMAFP の内部構造をご覧いただきます 動画のローなようなものを撮りますとセンサーそれから画像処理チップはフルパワーで動きますのでどうしても熱を持ってしまいますそしてその熱がボディー内部にこもることになりそのことによって所定の性能が発揮できないという問題が発生します場合によっては温度が上がりすぎて動くのが止まってしまうということになります今回それを避けるために当社はこの ヒートシンクをカメラの背面につけましたそしてその間には金属のパネルをつけることによってボディ内部から発生した熱を効果的にヒートシンクに電動させて外に放出するという構造をとっていますこの構造のためにボディー内部にいつまでも熱がこもらずに長時間例えばローのようなリッチな動画を長時間撮影することが可能になります本格的なシーマーカメラとして 短時間しか撮影できないのでは意味がありませんのでこのような構造をとっていますこのヒートシンクによって長時間の動画のロー撮影が可能だということですそしてもう一つ一つだけご紹介したいのがディレクターズビューファインダーモードという機能ですディレクターズビューファインダーというのは撮影監督あるいは映画監督が レンズとの組み合わせでどのように画角が変化するのかというのを見るためのビューファインダーです。この画像は光学式のディレクターズビューファインダーです。映画がフィルムで撮られていた頃はフォーマットはスーパー35で固定されていたのでこのような光学式のビューディレクターズビューファインダーで問題がありませんでしたがシネマカメラがデジタルになってそしてさらにスーパー35からラージフォーマットに変わることによってカメラメーカー、 そしてモデルそしてモードごとにフォーマットが非常に複雑に変わっています。これはその一例ですが真ん中の緑色の部分が伝統的なスーパー35そして青い線はアリーアレクサ LF の代表的なフォーマットを示していますそして赤の線はアリあ失礼レッドのモンストローの代表的なモードの フォーマットを示していますそして黄色い線はソニー、ベニスの代表的なフォーマットを示しています。このように大変複雑な状況になっています。ただ、この SIGMA の FP でカメラ名、そしてカメラのモデル名、そしてモードを選択すると、このようにどのように映るのかというフォーマットをシミュレーションすることができます。まさに世界中の映画監督と撮影監督が待望していた モードがこの小さなカメラの中に入るわけです。おそらくこの SIGMAFP は世界中のあらゆる映画撮影の現場で必須のアイテムとなるでしょう。以上が2つ目のシームレスのコンセプトの説明です。最後、スケーラブルの説明をします。ここまで説明して、ちょっと SIGMA の FP 面白いんだけどちょっと小さすぎるんじゃないか。大きなレンズやフラッシュとつけたら もしかしたら親和性悪いんじゃないかそういうふうに思われた方がいらっしゃるかもしれませんそのためにスケーラブルというコンセプトを用意しましたご覧いただきたいのはカメラの両脇についているストラップホルダーこれは外すことができますちょっとご覧いただきたいと思いますがこのように 離すことが外すことができてここのネジ穴は三脚座と同じ仕様になっていますつまり三脚座と同じネジ穴が両脇とそしてボトムについているということですそしてこの3つのネジ穴を使ってさまざまなアクセサリーをつけてスケーラブルつまり拡張性を確保しているということです例えばこれが現在当社が用意している 外付けのグリップですがグリップ側にこのような外付けのグリップをつけて反対側にホットシューがつくホットシューユニットをつけるそうすれば例えばですね本格的なポートレート撮影をする場合にはこのようなシステムを組むことができますこのグリップでちょっと足りないなという方にはさらに大きいグリップを用意していますそして専用の LCD ビューファインダーを取り付けるとこのようなシステムを組むことができます大変拡張性のあるカメラですそして先ほどご説明した通りこの小さな SIGMAFP は本格的なシネマカメラとしての性格もありますですので例えばケージなどを使ってこのような本格的なシネマカメラとしてのシステムを組むことも 可能ですそれから大変コンパクトなシネマカメラですのでジンバルなどと組み合わせて大変機動的な本格的なシネマカメラとしてもお使いいただくことができますそれからドローン非常にコンパクトなカメラですので、えー、バッテリーはあまり食りません長時間のドローンでの撮影に使えると。 こういった、えー、特徴があります超コンパクトなシネマカメラというこの SIGMAFP の一つの側面はこれまで映画撮影の現場では不可能だったことを不可能にしてそしてシネマ世界中のシネマトグラファーに無限の可能性を提供するものだと私たちは信じています今までご紹介したアクセサリーは基本的には当社が用意しているものが準備しているものが多いのですが この SIGMAFP の可能性を限りなく広げるために当社はこのカメラの 3D 設計データを当社のウェブサイト上で公開する予定ですぜひ多くのアクセサリーメーカーにこの寸法を取っていただいて数多くのアクセサリーを開発していただきユーザーの方に無限の可能性を提供していただきたいというふうに考えています以上簡単でありますが F-P のご紹介でしたちなみにこの FP という名称なんですけれどもフォルティッシモピアニッシモという二つの言葉の頭文字を取りましたご存知の通りフォルティッシモは非常に,弱非常に強くピアニッシモは非常に弱くという音楽用語ですね極めて小さいコンパクトなカメラシステムから本格的な撮影ができる大きなシステムまで 非常な多様な側面を持ったシグマのこのカメラを表す名称として FP と名付けました。それでは最後にこのシグマ FP のコンセプトムービーを作りましたのでご覧いただきたいと思います。 ありがとうございます。私も今日本当にこのプレゼンテーションができて嬉しくてもうこれができたら社長辞めてもいいかなと思っています。<laughs> まあ一応もうちょっと開発が残ってるんでもうちょっと頑張ります。えー、冒頭にちょっと復習です。えー、冒頭にこのカメラで目指したのはカメラの脱構築だと申し上げました。気軽な日常使いから本格的な撮影シーンまで静止画も動画も 深夜目的に応じて自由自在のスタイルにジャンルフリーカテゴリーフリーのユーザー本位の本当に新しいカメラができつつあると我々は考えていますぜひご期待いただきたいと思いますこちらの FP ですが今私たちのエンジニアが一生懸命開発に取り組んでいますもう少し開発に時間がかかりそうですこのカメラは今年の秋の発売を目指して 現在、準備を進めております。以上が私からの新製品のご紹介でした。このあと、えー、冒頭にご紹介した交換レンズをお試しいただく時間を取ってありますが、こちらの SIGMAFP も、まだファームウェアはアルファ版ですけれども、せっかく今日お越しいただきましたので、皆様にお試しいただけるデモサンプルを用意しております。ぜひお手に取ってお試しいただければと思います。 長い間、ご清聴ありがとうございました。